で僕らは長谷さんに教わったんですけど、結構分かりやすくて、新日本プロレスの技術はこうだけど、全日本プロレスの技術ってのはこうだよ、違いをよく教えて、長谷先生が中田さんは、はい、なんでレスラーになろうとしたんですか。プロレスラーですか。はい、プロレス好きだったんで、まあ子供の時は、子供の時サッカーやってたんですか。なんか言ってたでしょ。小学校はサッカーで、はい、中学やって野球やったんですけど、はい、でプロレスは好きだったんですけど、まあ多分好きってやりたいプロレスラーになるみたいなこと言ってましたけど、はい、話半分で、いや絶対プロレスって大変だからできないだろうと思って、はい、現に高校でレスリング始めて、高校からレスリング始めたんですか。で大学レスリング行ったら、もうグレコローマン、日体大のグレコローマンはもうとんでもない強かったので、大した実績もなく入った僕は1年生の時も宙を浮いてる方が、あと投げられて、投げられて、はい、反り投げとか一本背とかね、で寝たら抑えられて、うーって苦しいってやってたことが多かったので、はい、まあプロレスラーにはなれねえなと思ったんですけど、やっぱ1年鍛えられるとそこそこ強くなっちゃうんですよ。でまあちょっとずつ全日本でも勝てる、ね、優勝に、まあ、までできなかったですけど2番手3番手になってくると、はい、なんか自信みたいなのついてきたんでしょうね、はい、それである時その大学卒業して1年大学残ってオリンピック目指した時に、自分どんな仕事したいのかなといろいろ考えてるし、なんかこの自分の生き死にというか 死んでしまうことに対してすごく考えて、じゃあ亡くなった後の世界ってどんな世界だろうって考えたらですね、絶対分かんないんですよ。で亡くなった後は自分はこうやって意識があるのかでもないのか、でもよくお化けで死後の世界であるとかで、はいはいはい、じゃあそれ本当かどうか、でも死んでみたら分からない、死んでみなきゃ分からないし、死んだら今の、はい、人生、そういうことを深く考えて夜も寝れなくなるぐらい考えてしまって、じゃあやっぱ生きてる時になんか思い残すことなくて好きなことを存分にやりたいなっていう考えになってきてですね、はい、で明日死ぬとか考えずに生きてることを、自分がその生きてるって証を世の中に投影したいなと思って、はい、それでじゃあそういう仕事って何だろうって考えた時に、小さい頃から好きだった、プロレスだと、はいはい、深いね、はい、それでまあその時、レスリングでもう年が23ぐらいでしたので、はい、あのレスリングそのまま使ってできるプロレススタイルとか団体は UWF かなと思ったんですよ。あ、はい、でそのちょっと前に前田明さんとか高田さんとか会ったことがあって、はい、UWF 入るよって酒の席で言われたこともあったんで、 UWF がいいかなと思ったんですけど、でそのままオリンピック目指して、オリンピックはもう結局国内で勝ったんですけど世界で資格が取れなくて行けなかったんですよね、はい、でその時にオリンピックに対とかレスリングに対してまだ未練がちょっとあってですね、でたまたまその時新日本プロレスで闘魂クラブというのができて、もうアマチュアレスラー、プロレスラーでもアマチュアに出れるルールが世界で変わったんですよ。はいはいはい、でその最後の予選の時に長谷先生、長谷現石川県知事がですね、闘魂、はい、クラブの中西学選手と剣道家臣さんの素顔の石澤選手のセコンドで来てました、はい、そこで僕はまあ UWF 入りたいって耳したんでしょうね、はい、お前どうすんだオリンピック終わったらって、したらそこで悪魔仮面がですねニヤッと割って週刊プロレス表紙見せるんですよ。見たら北尾さんが、はいはい、北尾ユーインター入りと書いてあるんですよ。それでわざとそうやって長谷さんに言わして、はい、でそこで長谷さんがまあ、お前がうち選んでくれたら俺面倒見るからみたいなこと言ってくれて、とりあえずまあ、オリンピック行けても行けなくてもオリンピックその終わってから予選終わってから考えますって言ったんですね。そしたら僕オリンピック行けなくて、でも未練があったもんで、はい、でもプロレスラーでもレスリングの試合出たいって思っちゃったんですね。まあ今考えるとすごい浅はかなんですけど大変すぎて、それでそれを叶えさせてくれるのはまあ UWF は絶対無理だろうなと思ってですね。もう新日本しかないと。でまあ長谷さんから話いただいてて、で帰ってきた時にオリンピックの予選終わって帰って家に帰ってきたら自宅に
招待券って手紙が届いてたんですよ、はい、あのトップオブスーパージュニアの決勝が今月末両国であるんで見に来てくださいと、試合終わったら訪ねてきてください、はい、まあ、オリンピックの予選残念だったけどそう言って来てくれって言われて、で、まあ、国技館に見に行った時にレスリングはね、はい、オリンピックの4年に一度しか注目を集めない競技だったんですけど、プロレスってこれ いつでもシリーズ、うん、毎日お客様がこれだけ来て常にですもんね、声援いただけるから、はい、だからそれ見た時になんか僕のやりたかった仕事ってこれかなと改めて思っちゃったんですね、はい、でもう長谷さんにも誘われて招待券いただいた時にはもう新日本行ったくなっちゃって、うん、で、長谷さんに会いに行ったら長州力さんを紹介していただいて、でご挨拶させていただいて、よく考えてなみたいな感じで言われてですね、でそれで終わって何日かしてすぐ電話いただいて、道場の合同練習やるから来いよって、轟の駅まで来いって言われて、はい、それで道場行ってで練習させてもらったって感じですね。もうその時はもうこれで新日本入る、ああもう心には決めてたんですね、はい、もうなっちゃいましたね。なんか長谷さんが相撲部屋の親方みたいだね。ああそうそう、おいで、はい、おいでっつってね。僕ら長谷さんで、長谷さんに教わったんですけど、結構分かりやすくて、たまにその技術にしても新日本プロレスの技術はこうだけど全日本プロレスの技術ってのはこうだよと、違いをよく教えてもらった。長谷先生が、はい、長谷さん馬場さんに結構教わってたかららしいですね、うん、はい、そういった面では長谷さんラッキーなんですよね。あの新日本の教え方と全日本の教え方を知ってるんで、はい、だから長谷さんに教わるのが本当に上手くなる、あれかなって俺的には。で昔はその口数とこれを何回もやれて口酸っぱく言われて、ここを改善しろってことは言われずにやってたんですよね。長谷さんがそういう細かいところを見て注意してくれることで、そんなに回数やらなくても覚えられるようになったっていうのは、それをやっぱり昔の先輩たちはまあいいこと言わない方もいらっしゃったんですけど、僕はそれで良かったと思います、なるほど、はい、だ今でも全日本見てて来て選手の練習とか見てて、スラムの時はこういうふうに、あ、やっぱこれ全日本式の投げ方やってる、スラム上げて全日本さそのまま投げるんですよ、はい、大きく、うちはこう上げた時に頭を抱えながら落とす、頭抱えて投げます、はい、はい、そういう違いとか、あとロープを走った時にこうやってあのロープを挟む場合と、こう挟む前にこうつける場合、僕は挟んでやるように教わったんですね、ヘッドロック、はい、ヘッドロック取って、なぜかっていうと汗で滑って落ちてしまうから必ず挟むように、はい、でもこれなやらない選手もいるんですよ。だそういう違いをところどころやっぱ見てて、あ、面白いなと思いますね。タックル一つでも違いますね。あ、そうですね、本当タックルの仕方一つで、はい、ああこれ新日本だみたいな、ああ全日本だみたいな、タックルしてたたあのこう足と足がぶつかったら危ないからってね、はい、そういうのとか、そういう危ないことをまずだからこうやってタックルするんだよっていう、でタックルして倒れた相手を必ず睨め、はい、睨んだのを見てからこっちに走って、こっちに走って、そういうような教え方が馬場さんだったんですね、はい、受け身取ったら休めっていうのが馬場さんだったんで、はい、受け身取ったらすぐ起きれっていうのが新日本さんで、あ、だからそこの違いなのかなっていう。ヘッドロック取ってでこうロープの時に手を離す人いるんですよ。ああ、います、ね、それはあの先輩にそういうのを真似するなって言われたんですね、うんうん、だからそういった意味ではノアの選手もやっぱり、はい、あの三沢なんで、はいはいはい、やっぱり全日制なんです、はい、だからノアの選手見てるとやっぱりああ全日本だなっていう、あれどっちがどっちだか分かんねえやっていうでもやっぱりノアの方が逆に言うと今全日本の方、昔の全日に近いその教え方なんじゃないかなって俺は思うんですよね。一時期武藤さんの時はもう完全に、はい、教えてるのが数林だったんで、ああ数、はいはい、そうするともう数林だから結局道の区、道の区とか、はい、あっちのなんていうのかな、インディー系って言ったら失礼だけど、はいはいはい、そっちの教え方なんで俺何を教えてるんだろうって思ったんですよ。こんな教え方俺初めて見たよっていう、だからあ全然違うんだなって、そのなんていうかな、真田だけは違ったんですよ。真田は太陽ケアなんです。あ、ケアからですか。
なぜか太陽ケアに、はい、教わりたいっつって太陽ケアに、あ、そうなんですか、あの真田を教わったんですよ。ケアも何回か試合やったけどうまいっすね。うまいよね。だからそういった面では、はい、あの何しろ太陽ケアの馬場さんにめちゃくちゃ分かったんで、はい、そうですね、馬場さんのイズム受けてますね、はい、太陽ケアのね、そういうとこか、はい、可愛がってもらってますよね。それの今度は孫弟子が、はい、あの真田になるんで、ああ真田、はい、そういった意味ではあいつ、ああラッキーに太陽ケアに教わってたなって、はい、だからそういった面では武士なんかも風林なんだよね、はい、だああそうそう、そんな感じですね、はい、うん、だからそういうんで全くね若い頃から全然違うんで、合同、うん、練習的なものは同じなんだけども、はい、受け身とか、あ、いろんなそのアームドラッグとか、そういうヒップトスとかの投げ方とか、はいはい、そういうのは太陽ケアが真田にこうだよ、ああだよみたいな教えてたんで、はい、だから、うん、そういった面では真田が一番全日本に近いのかな、真田さんはそのババアプロレスかもしれないですね、逆に言うと、うん、だから、はい、見てるとそんな感じです、ね、クラシックなレスリングも好きでした、うん、でそういうところで西村さんと手が合うんじゃないですか、ね、教わっただけじゃなくて、まあ、酒を飲む席ばっかりで一緒になったイメージもありますけどね西村と真田と、あの酒飲むのとスーツを着て会場に来るので、はい、それを教わったりですか、西村さん、あ、なんかおしゃれな格好しますもんね。そうですね、昔うちに中西学さんがある時スーツで会場入りする、はい、どこ行くでもスーツでっつって、はい、いつもスーツこだわってましたね。はあ、ある時僕らイベントで夏のビーチレスリングで大洗の夏の暑いところで来てくれて、僕と中西さんとそこにね、ビーチにあのスーツで革靴で行った中西さんで、もう汗が止まんないから上着取ってもうびちょびちょになって、ワイヤスがこの胃のとこまでブワッと開いて、もうワイシャツがビタッとついて、僕はもう分かったから青いワイシャツと短パンで行ったんですよ。中西さん、先輩大丈夫それ、いやなんとかなるよって言って行ったはいいけど、もう上着は着てて、最後は革靴も脱いでビーチサンダル買って、ちょっとあのズボン裾上げてやってましたけどね、なんともならんすよね、あれ一日でよく持ったなと思いましたね脱水症状になりますよ、そんなこともありましたねらしいね。でもまあスーツで革靴にその行くところが、ね、大洗のね、あの海岸ってのがすごいですね、真夏の今スーツで革靴って、それ思い出す、まあ、全然関係ないですけど、デニオさんの話からそれ倒れますね。でもあれは唯一心残りですね世界タッグを取ったという上では、はい、あれ防衛戦はやりたかったんですけど、はい、いかんせんで僕もだ騙されたというか、はい、ベルトちょっと使うから貸してって、はい、1セット私行ったんですよ、まさかね、あんな騒動になるとは。結局裁判まで行って、なんか着払いで送ったとか、そんな話聞きましたけどね